僕の船。この番組では2回にわたって元素周期表についてお届けしました。前回に引き続き物質材料研究機構の小田倉さんから話を聞きます。物質というものは118個の元素がたくさん組み合わさったものになります。で、天然にある元素っていうのは92個しかなくてですね、それ以外は人工に作られた元素になっています。人工元素という私たち人間で作った元素っていうのでとても面白いなと思うんですけど、はい、重要な人工元素ってどういったものなんでしょうか。はい、やっぱりですね、日本なので113番のニホニウムがおすすめです。物質材料研究機構のロビーには実物を展示した周期表があります。綺麗な結晶を見つけました。この結晶はすごく綺麗ですね。さっきニホニウムの話しましたけど、ビスマスと亜鉛を足したものがニホニウム。なるほど、30と83で足して113。今ある元素から作られる人工元素、もっと知りたくなりました。他に何か人工元素で興味深いようなものありますか。そうですね、周期表の、中で見てみると43番のテクネチウムは一つだけ離れて人工元素になっているんですね。このテクネチウムはですね、世界で初めて作られた人工元素になりまして、私たちの骨の中を見るような診断に使われる材料になっていたりします。43番とかそういうところに人工元素があるんですよね。はい、自然界にもほんの少しだけはあるんですけれども、なかなか単位できないので、ここが人工で作られた一番最初の元素になっています。人の役に立つ人工元素があるんですね。天然元素の話も聞いてみます。その人体に必須の元素ってたくさんあるんですけど、毒物として知られてるヒ素とかも人間にはなくてはならないような必須元素になっていて、ヒ素がやっぱり体の中からなくなってしまうと人間死んでしまうので、取りすぎは毒なんですけれども、なくてはならない元素になっています。他にも面白い話があります。白い錠剤のイメージがあるカルシウムですが、実際は光沢が綺麗な金属です。また一番値段が高い元素は金や白金ではなく45番ロジウム。この小さなサンプルが8万円もするとか。元素の世界ってすごく奥が深いなと思いました。そうですね、知らなくても生活はできるんですけれども、知ってると生活がより豊かになりますし、ぜひですね、若い方にたくさん覚えていただいて、材料研究を志す方が増えてくれたらなと思っています。ニムズさんにとって元素とは何かっていうところでちょっとまとめていただいていいでしょうか。はい、はい、私たち物質材料研究機構ニムスは新しい材料を作り出す研究所です。新しい材料を作り出すには周期表を羅針盤にして材料研究をしています。